してて。ねえ、あなた気づいてくるんでしょうけどね。さて、文化が違うかもしれない。でも、子供時代が一番出るってことですか。あとやってもやけど、ピュアすぎて、その人間が良くないと思う。無視だとかね。あるいは人格的にももちろん、超ミスなわけ。そういう思いやりとか、思いやるっていう気持ちがね、前に出てくるから、後に出てくるっていうのもあるよね。どうしたね、日本人。どうしたのはね。だから、こっちの、僕の年なんて当たり前です。若いな。